宇宙人やって。もう全然この場所関係ない感じのモンスター出てきてしまったわ。お、スキルレベルアップ。かなり大好き。ほい、それじゃあ料理を。お任せで。一人でいただきます。誰が食べよう。あ、ライチちゃん。しかも美味しくなかったんやね。まあだってペンギンのおやつだもの。人間のおやつじゃないもん。ほい、それじゃあルーレットで。炎の杖。炎の杖か経験値そこそこがいいかな。経験値そこそこもなんかちょっと、ゲットしやすい感じじゃない？あ、これはペア旅行券 A クラスやね。おめでとう。ほい、それじゃあこれ、誰にしよっか。ルキアくんで。それじゃあバカンスへ、レッツゴー。確かユニポンちゃんが一人部屋やった気がするけん。ね。あ、早く合流できんかな。なんか一応マップ上にナミちゃんはおったやんか。ナミちゃんはおったんやけど、他のメンバーがどこにいるんだかがよくわからないんだが。またあれかな、前みたいにアスム抜きで向こうを動かすっていうパターンが出てくるかな。ほい、ガラスの衣。いいね、いいね。なんかすごいツルッとしてない？あ、でもクラ君のこれも、周りと結構、同化しとる感じかな、色が。はい、それじゃあ出発。じゃあ今回は、クラ君やろ？そして、ルキア君やめてライチちゃんで行こうかな。またあと3箇所ぐらいあるんか。行こう。息が、どうした息が、詰まる？ほい、それじゃあ今回は上で、猫飼いたいな。うんうん。今回は猫になったよ。前回犬が欲しいって誰か言ったけどね、アスムやったかな。じゃあ今回は上ね。アスム機嫌悪い？あ、怪物の気配マジで？ほんとや、ほんとに来た。すごいね、ユニポンちゃん、そんなの察知できるんや。ユニポンちゃんたちが手助け。あ、ライチちゃんだけ手伝ってくれない。劇薬フラスコ。なぜ劇薬なの？爆薬の方が絶対強いのに。ねえ。まあ、みんなが協力してくれとったけん一発でやっつけれたけど。筋肉痛になりそう。大丈夫？別にあのフラスコそんなに重くないやろ。そのせいじゃないんかな。誰かおならした？え、じゃあもしかして今のランラランとかっていうのは、おならをごまかすための？ごまかし方下手くそすぎるやろ。爆薬フラスコ。この技使いよったらなんかその辺の氷とか溶けてしまいそう。ね。勝てたね。勝てたよ。おー、またペンギンのおやつを。お、宝箱を開ける。900ゴールドゲット。お金もきっちり貯めていかんとね。みんなの武器と防具を買い揃えていかなければいけないから。よーし、どこまでも行こう。どこまでも行こうって言ったところで着いたよ。お、スキルレベルアップ。なんかここの二人しょっちゅうレベルが上がっていくような。すごく大好き。まあ、仲がいいことはいいことなんだけどね。じゃあ料理を。お任せ。あのカップかわいいよね。カップだけ欲しい。いや、中身も別にいいんやけどね。え、てか中身何？ホットミルクかな。ゲームコーナーでルーレット。ボロボロの衣はちょっといいかな。はい、それじゃあお小遣い。お、アスム。スチームパンクゴーグル。まあ、今のあのヒョウ柄のやつがちょっとね、似合わないから。ああ、いいやん、いいやん。うんうん、そっちの方がいいよ、絶対。ほい、それじゃあ、出発。さあ、じゃあ今回は、クラ君を外して、ルキア君で行こうかな。
一人外れるかどうかっていう感じやけんね、今回は。あと2箇所や。行こう。行けてるね。わかる。何が行けてるんやろ。私にはよくわからんけど。じゃ、今回は真ん中で。お腹痛いかも。あるある。まあ、そりゃあるよ。そりゃあることだけど、心配してあげよう。はぁ、あ、はぁ、あ。して今回は下。でもこれ下って言っても、速攻で向こうの道と合流するよね。ほら、もう同じ道。あんだけの道を分かれ道としてカウントしないでほしいな。あの右側の雪女の口さ、いつも思うけどなんか、ブサイクよね。爆薬フラスコ。よし。てかなんかこの、雪女やのにさ、手に入るアイテム食べ物がバンシーの涙やんか。食べ物ではないな。飲み物。うん。まあ、涙。なんか、その辺さ、ちゃんと変えてほしいよね。雪女の涙とかに。だってバンシーじゃなくないってなるし。爆薬フラスコ。よし。あ、なんかあの、外国の人がさ、日本に来てびっくりすることの一つに、雪だるま？雪だるまが二頭身のことにびっくりするっていうの聞いたことある私。おお、好きレベルアップとはいかんかったか。ほい、それじゃあ、お、ユニポンちゃんのところに行きたがってるね、アスムが。暇だな、人の部屋に来といて。よし、イメチェンしよう。え？ちょっと待っててね。お待たせ。あん？うん？どう？なんか超爽やかになって戻ってきたけど。別人みたい。いやーてか、イメチェンって、髪色だけならわかるけど、髪伸びてるからね。カツラですか。はい、お任せ。なんかさっきもユニポンちゃんそれ飲みよったよね。まあでも、美味しいみたいやけんいいけど。ほい、それじゃあ、炎の杖がいいかな。炎の杖、これクラくんよね、多分。さあ、来い。あ、これは、あ、いける？いける？もし、あ、いける。ギリギリ。ギリギリいけた。炎の杖、クラくん。なんか雨みたいやね。ほい、それじゃあ、お小遣いを。違う違う違う。お小遣いを。あ、誰も欲しがらない。じゃあ、このまま出発かな？じゃあ、今回は武器が変わった。クラくんの代わりに。あ、間違えた。これで OK かな。さあ、あと一箇所。最近ちょっとね、最近ちょっとあの分岐点がすごい増えてきたけん。ほい、それじゃあ今回一番下ね。転ばないで。つるって滑りそうやもんね、下。氷やし。よし、来た。力を貸しよう。そう、でなんか前も言ったけど、言ったけど、外国の方では、なんかスノーマン、雪だるまって三頭身が普通らしくって、なんか日本はなんで二頭身なんだろうみたいな、疑問に思う人がいっぱいおるらしいけど、まあわからんよね、そんなの。基本的になんか雪だるまは二頭身って思っとるけん。お、なになに、どうした？あー、寝たよ、クラ君。みんなちょっとクラ君寝たよ。あれ？クラ君は？え、すぐそこじゃないの？視界に入ってないの？あ、敵が。あれ、距離感がよくわからんねえけどさ。え、なにこれ？見たことない敵出てきた。宇宙人？宇宙人？爆薬フラスコ。宇宙人やって。
もう全然この場所関係ない感じのモンスター出てきてしまったわ。無事でよかった。あれくらくんいつの間に私なんかしれっと参加しとるけど、決めポーズのところだけお、来たよ、雪女。宇宙人が出てきたのってさ、夢の中やけん出てきたんかな、もしかして。え、あれ現実？違うよね、多分。楽勝だった。うん、楽勝。もうこの辺のモンスター、基本的に楽勝やけんね。イエイイエイ。もうちょっと反応してあげてる、キヤくん。猛烈な眠気が。大丈夫、もう宿屋に着いたから。ぐっすり眠れるよ。お、好きレベルアップ。ものすごく大好き。お、クラ君とルキア君が、思い出を熱く語っている。今のは HP バラなんだな。何の思い出やろ。すごいね。なんか思い出のやつもさ、絵がなんか毎回違うような気がする。細かいね。すごく大好き。それじゃあ料理をお任せ。やっぱバンシーの涙はみんな嫌いかな。おお、びっくりしたダメなパターンかと思った。それは好きなんよね。ほい、それじゃあゲームコーナーでルーレット。海賊ゴーグルが欲しい。海賊ゴーグルが、ペア旅行券の割合が高いね。さあ来い。あ、ペア旅行、あ、ん？ HP バロナかもしや。あー、来たよ。HP バロナ一本。なんかさ、あれよね。服とか、あと武器とかの時以外、ルーレットの真ん中におるキャラクター、間違えた。サングラス外さんよね。エイリアンの杖。あれってやっぱり、武器防具が当たりやけんってことかな。なんか急にちょっとチャチい感じになったかな。あ、てかなんか若干気持ち悪いかもしれない、あの杖エイリアンの杖。まあでも近くで見んかったら大丈夫やろ。うんうん。はい、それじゃあよし、じゃあ今回はユニポンちゃんの代わりにライチちゃんで頑張ってこう。よし、じゃあここクリアしたけんやっとこっちに行けるよ。ふぅ、はぐれてみんなどうしてるかな。一方その頃、はぐれて仲間たちは、お、そっちへ移る。待っててもしょうがない。先に進もう。お、ナミちゃんかっこいい。女の子二人キリッとしてるね。あれ、宿屋に戻った。あ、ほんとよね。そういえばここのメンバーたちもみんな。え、てかね。一緒におった、鍛え上げた肉体が勝利への近道、トレーニングだ。うおー。すごいシンクロ率。気持ちいい。二人の絆が共鳴する。お、好きレベルアップ。すごく大好き。いや、なんかね、アスムたちと一緒におった、ももちゃん、なみちゃんはわかるけど、あとの三人はなぜ、別れたの？ねえ、よくわからんよね、その辺。鉄の奥義を着てくれ。あ、経験値たっぷりでもいいかな。たっぷりってどれぐらいやろ。まあ、ここぐらいまでレベルが上がっとるけん、たっぷりって言っても微妙にしか進まんかな。じゃあこれをナミちゃんに。ほい。あ、結構普通にあ、結構、本当にたっぷりやね。ナミは2レベルアップ。イエーイ。はい、それじゃあ、お小遣いは。あ、誰も欲しがってない。ね、あとの3人は、みんな一緒に同じ宿屋にいたんじゃないの？違うの？ここも一人余りな感じか。じゃあ、みゆちゃん、キング、ココちゃん、マモちゃん。よし、これでいこう。なみちゃんさっきのでちょっとレベル上がってけんね。ほい、それじゃあ、あ、
あそこで合流するってことかな、今、アスムが立っとるとこで。行くよー。ご飯美味しかった。なんかもうみんな自由だな。開ける。パペットペッパーゲット。パペットペッパー。見た目可愛いけど多分超辛いんやろうな。負けないぞ。蜂とか蝶とか、なぜか虫がたかるんだ。花も大変だね。まあ、花だからしょうがないさ。蜂にたかれる、たかられるの嫌やな。蝶は別にいいとして。まあ、よくよく見ると気持ち悪いけどね。お、女王玉フード。王様の肉。特上もくもくわたあめ。めっちゃいいやん。なんか食べ物どんどん、ね、補給していきよる。補給、補充していきよる。お。来たよ、スノーマン。いけ、両手引っかき。あ、すげえ、ココちゃんもう一発でいけるようになったよね。だいぶ強くなった。無事でよかった。お、雪だるまミルクゲット。戦うの嫌だなぁ。もう、ココちゃんが怒りよるよ、ももちゃん。お、ここは一直線か。あっという間やったね。最近結構入り組んだ感じのところが多いけん、一直線のとこに来たらなんか、すごい拍子抜けする。ほい、それじゃあ、料理を。おまかせ。特上もくもくわたあめ新しいかと思ったけど、そんな新しくなかったんや。ほい、それじゃあ、王様の肉だけまだ残っとったね。ゲームコーナーでルーレット。お、ゴシックドレスが欲しいです。経験値そこそこでもいいけど、あ、でもあんな狭いとこじゃ無理かな。さあ、来い。あ、これはゴシックドレス来そう。あ、来るわ、来るわ、来るわ。イエーイ。ほら、帽子と服の時だけ真ん中のやつがサングラスを外して喜ぶ。これはももちゃんに。んー、黒、どうやろ、他の色。あ、ピンクかわいい。これで、超かわいいやん。ゴシックではなくなったかもしれんけど。おいし。超かわいい。普通にお嬢様って感じになった。じゃあお小遣いで、お、ももちゃん、鉄の扇。まあ、今持っとる芭蕉扇よりは全然、しっくりくるよね。まあそれに言われんかったら鉄ってわからんやろうし。多分。ちょっとした鈍い光沢があるかもしれんけど。はい、それじゃあ、出発。じゃあ今回、服と武器が増えた、ももちゃんは連れていくとして、ココちゃんとナミちゃんを入れ替えようか。任せなさいって言うとこ悪いけど、お、姫の服、ドレスを20種類集めよう、達成。え、もう合流、早くね。合流早いな、今回。あ、あれは?おーい、みゆ。はい、合流。無事でよかった。はぐれた仲間たちが合流した。早っ。あ、じゃあ、ココちゃんは、ライチちゃんの部屋に。お、ナミちゃんとモモちゃんが、プレゼントを買ってきた。買った。ナミちゃんプレゼント好きよね。余ったから。ナミはモモにプレゼントをあげた。もらっちゃう。さあ、中身は?おもちゃの指輪。わーい。お、喜んどる。好きレベルアップ。まあ、でも、おもちゃおもちゃしとる指輪ってさ、逆にちょっと可愛いよね。かなり大好き。おー、アスム。ももを好きなアスムがこっそり見ていた。悔しい。アスムはナミに嫉妬した。マジか。堪忍袋爆発。そんなに?みんなで仲良くしようよ。ね、女同士の友情じゃないか、あんなの。ほい、じゃあ料理、王様の肉を食べるのは誰だ?おう、ルキアくん。がっつり食べたね。ほい、それじゃあ、ゲームコーナーでルーレット。
フェニックスの扇が欲しいです。フェニックスの扇。またももちゃんか。ももちゃんなんかすごい強化されていくね。あ、でもここは上ハンバーガーが来そうな。まあでも食べ物空っぽになったとかやけん、まあいいんやけどね。上ハンバーガー美味しそう。ほい、それじゃあ。違う違う違う。お小遣いを。誰も欲しがってないね。じゃあこれで。さあ出発しようか。じゃあ今回のメンバーは？あ、まだ誰も選ばれてないんか。じゃあキングとミユちゃんと、ももちゃんと、この4人で OK かな？はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。